1> m 1 9 1 0 3 0 1 5 2トルカノン砲、m 1 9 1 0 3 0 1 5 2トルカノン砲とは、第一次世界大戦前に、ロシア帝国が採用した m 1 9 1 0 1 5 2トルカノン砲を、ソビエト連邦が改良したカノン砲である。1920年代末、赤軍は、第一次世界大戦前に、ロシア帝国が採用した、 各種火砲の近代化改修を積極的に行っていた。その一環として、フランスのシュナイダー社が設計した m 1 9 1 0 1 5 2トルカノン砲に改良を行うことにした。M1910 の薬室を延長して、初速を稼ぎ、マズルブレーキを装着させて、方針の交代距離を1 0 0 0トルから9 5 0ト、mm、ルに短縮した。さらに、 の足を2メートルに延長した。M1910-30 は第一次世界大戦時に設計された火砲の小改量型であるため水平射角が狭い。砲火の車軸にサスペンションがない上に牽引時には方針を外して別々に牽引する必要があるなど機動力に難点があった。M1931-122mm ノン砲用に 設計された新型砲型と M1910-30 の方針を組み合わせた m 1 9 1 0 3 4 1 5 2 m m カノン砲の登場により1935年には製造終了となった。M1910-30 は限定的な運用にとどまり、野門藩事件や冬戦争で用いられることはなかった。大祖国戦争勃発時には、 赤軍は120門から150門の M1910、30を保有していたが、具体的な戦歴は不明である。ドイツ国防軍がこの法を露獲して運用したかについては、露獲兵器高度が確認されていないため不明である。フィンランド国防軍は1問を露獲したが実戦で使用されることはなく、当該法は、ハメエンリンナの軍事博物館に展示されている。ありがとうございます。